はいどうも、こんにちは、ロッテです。ということでね、本日は僕の実況初のホラーゲームの方やっていきたいと思います。もう僕はね、本当に世界で一番と自負しているぐらいホラーが苦手で、もうお化け屋敷なんて人生にも一度も入ったことないし、青鬼っていうホラーゲームを昔やったんですけれども、その時はマジでね、そんなに怖いゲームじゃないんだけど、マジで泣きそうなぐらいビビったので、そんな男がね、一人でリトルナイトメアっていうホラーゲームをやったらどうなるのかっていう検証も兼ねたゲーム実況をやっていきたいと思います。今ね、とりあえずね、どのストーリーを進めていきますかみたいなのに2択あって、その中で1つ選んだんだけど、怖い。もう初っ端から怖い。でもね、1つだけミスったのが、この実況撮ってるの昼の1時なんだよね。一番ミスってると思う。ここが一番怖い。正直自分にとっては。まあいいや。これ、なになに？なんか進まないんだけど。これ進んでんのか？もう動かせた動かせた。おお、一番怖い。もう一番怖いが俺の中でどんどん更新されていく。俺自分では動かせないもんだと思っていたのに、実は操作できたっていう事実に驚愕してる。俺全然操作方法とかもわかんない。とりあえず、何かを探せばいいんだろうな。とりあえずなんか道がありそうな方行ってみるか。いやもうすでに怖いんですよね。サウンドがね、僕イヤホン右耳から出てるんですけれども、マジで怖い。左耳をイヤホンしちゃうとね、自分の声が全く聞こえなくなって、これ、本当に自分が喋ってるのかなっていう謎の不安に包まれるので、ほぼ無音なんだよね。マジで怖い。ちょっとね、雨のザーザー音みたいなの入ってるんだけど、マジでごく微量。ここ？出れない？なんか船舶から脱出すればいいらしいんだけど、このゲームは。ちょっと待って、一旦進みそうなところまでカット。なんかゲーム側がしびれを切らしたのかわかんないんだけど、なんかガイド的なものを下に出してくれた。掴む、なんか掴めばいい。これか。掴んで引いて、いけるいけるいけるぞいけるぞ。いやいや、マッチつけんな。お前どうやってしゃがむんだ。しゃがんでくれ、頼む。しゃがんでくれ。しゃがんでくれよ。しゃがみ方分かりました。こうらしいです。 Z、 これは L かな。 ZL を押せばしゃがむみたいです。あ、なるほどね。なんかこのゲーム結構謎解き要素が多いらしいから、ここもね、しっかりしゃがんでいって。いやでもまだなんかホラー要素的なものは特に起きなさそうだな。これこっち上無理だから、このまま右行って。いやもうさ、ドキュンバーンとかやめてよ。もう日本のホラー映画によくある振り返ったら急にフェーみたいなやつやめてね、ほんとに。あ、でもここ、走ってくんないのかな、この子。あ、一応、こんな走り方する人間がいてたまるか。なんだ、このうさぎ跳びは。真面目にやれ。真面目に脱出を試みろ。あ、一応、忍び足で歩いてるっていう設定なのかな。なんかバレたらやばいのかな。ここも多分引けると思うんだよね。あ、ここ引けないんだ。よし。奥行った方がいいのかな、これは。なんか、え、なにこれ。なんか、女の人の。怖すぎる。ちょ、ああいうところあんまり手出ししちゃダメなの。ああいうところはね、見て見ぬふりをするのが一番。ここもね、しっかりしゃがんでいって、そのまま右行くだけでいい。余裕ちゃう。このゲーム余裕ちゃう。もう、マリオ並みの気持ちで俺右に行ってるけど、一応右に行けばゴールがあるんだろっていう気持ちでやってるけど。これ多分、なんかジャンプ。え、これ登れない。これ登れない。これ登れないんです。登れないんです。なんか、何のさ、あれも教えてくんないんだけど、どうしたら進めますよ的なこと教えてくんないんだけど。また行き詰まった。見て、一応母さんをね、助けることにだけは成功したの。なんか、え、なにこれ。なんか、女の人の。怖すぎる。ちょ、ああいうところあんまり手出ししちゃダメなの。ああいうところはね、見て見ぬふりをするのが一番。母さん、大丈夫か？母さん、起きろ、しっかりしろ。今から病院連れてってやる。あ、母さん。ここ通れないのか、母さん、もしかして。母さん、母さん。あ、いけた、つかめた。なんと、ジャンプ中、あそこつかめることが今更発覚。あー、よかった。やっと先に進める。これは多分、右に進んでいけばいいんだよな、とりあえずは。わからんけど。で、これは多分、あれでしょ、ジャンプして、ドアノブ、あれ。ジャンプして、ドアノブキャッチすればいいんでしょ。B をして、お前、応用聞かねえな。お前、応用聞かねえ男。ちょっと待ってくれよ、これ。ちょっと、待ってくれよ。なんかいるんだけど。あ、そういうことか。なにこれ。俺が小さいのか、それともお前がでかいのか。どっちなんだ、代償関係がよくわからん。
ああ、また行き詰まった。わからない。どうすればいいんだ。そして地味に母さんを見捨ててきた。さよなら、さよなら、さよなら。あ、でもなんか、トイレットペーパーがある。じゃあトイレットペーパー掴んで、上に投げたりできないのかな。こいつに、ドーン、ああ、ミスった。わかんないよ、これ。どうすればいいんだ。なんか奥ある。奥なんもない。こんなもんね。あ、あと走り方もついでに分かったよ。走り方はね、Y をしながら、このスライドパッドを動かすと、これ走れる。こうやってね、自殺者の周りをね、あたかも歓喜するかのごと。そうだ、これ、青鬼でもあったやつじゃん。そうだ、これ、分かった。分かったぞ。俺は分かった。俺には分かった。こうだ。これ、あ、ちょ、お前一回登れ。そう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 。で、ジャンプして、ほい、はい、来た。はい、神。俺の発想力、マジで、これに15分かかったあたりがゴミ。よし、やっと先に進める。なるほどね。こうやって先に進み方をまずは考えていけばいいんだ。ホラー要素はこの先にある。オッケー、まずね、ホラー実況なんだから、ホラー要素にたどり着かなきゃ意味がない。これはどうすればいいんだ。これはとりあえずマッチをつけて、マッチをつけてみるが、特に何も目新しいものはない気がするんだよね。俺、奥になんかあんのかな？何もないね、別に。これ難しいぞ。結構頭使うな。俺、頭悪いから苦手なんよ、頭使うの。どうしよっかな。掴めた。今、もう、なんかもうわけわかんなくなったから、手当たり次第に全てを掴んでた。全てを掴むことによって何か得られるものがあるのではないかと、俺は予想してた。何これ、どうする、あ、はしご、はしご、いや、お前、それ冷蔵庫はしご代わりにするやつは俺人生で見たことないぞ。とりあえず、これは、掴んで、あ、掴んでるだけで浮いてくれるんだ。なるほど。それは便利システムだな。それは便利システムだ、非常に。で、ここ走って、ジャンプからの掴み、OK。そして、ここも走っていって、いや、全然怖くないぞ。気持ち悪い、ちょっと待って、もう、さっきもね、一回死んだ時そうだったんだけど、なんかちょっと前に戻せ、もう気持ち悪いって、気持ち悪いんだって、本当に。お前、マジで許さん。お前、マジで次ビビらしたら本当に許さんからな、そのクソなめくじ。なんか上に、気持ち悪い、ちょっと待って、待って、気持ち悪い、本当に無理、もう無理だろ、俺、幽霊も怖いんだよ、もちろん。怖いんだけど、昆虫類も本当に無理だろ。ちょっと、なんかある、もう、無理、ちょっと。どうすればいいの、もう、俺、ナメクジのせいで頭回ってない。ナメクジ、これ、つかめ。オッケー。よしよし、なんかつかんだ。はい、はい、これは頭さえてた。もう、ナメクジのおかげで俺頭さえた。よし、これは、ジャーンプ、オッケー。よし。閉じる前に行こう、閉じる前に。あ、なんかあるぞ。これ絶対、これつかめやつだ。はい、わかります。俺はもうわかります。学んだんです、俺、あれ。芦田学んだよ。ちょっと待って。なんか、またできた、なんかすべてをつかむ作戦をしてたら、もうわけがわからなくなったら、とりあえずすべてのものをつかんだけ作戦をやってたら、なんかいけたんだけど、首、ちょっとびっくりした。何、これ、死んだんじゃない俺。まずい。何これ、ちょっと怖い。もう地味に半泣きなんだけど、ちょっと待って、俺今半泣きなの、やめて、ちょっと待って、無理だって、俺には無理なの、俺には無理、助けて、誰か、いけ、ゴー、過呼吸、無理、もう本当に幽霊よりも怖いものがあった、俺はそこに幽霊より無理なものがあった、自分の中で。なんかいたよ、お前、バカ、お前、逃げれると思うな、俺様は最強だからな、お前、逃げれると思うなよ、そんなんで、簡単に。どこ行った、なんも見えない。何、なんか降りてきた。なんだったんだ、あのナメクジは。ホラゲにあの要素いる？ホラゲにナメクジはいらんやん。どこに文句つけて、あ、これ戻っただけか。いや、もうマジで怖い。ちょっとこっからはまた新しく考える必要がありそうだな。冷静に見えてマジで冷静じゃないよ、今。本当にもう怖い。ここあんま、なんか走るとなんかこのマッチの火が消えちゃいそうな気がする。そんなことはないのか？そういうシステム、ああ、でもそういうシステムっぽいな。なんか、光の通りが悪くなるシステムっぽい。このはしごの、なんか、一定の場所に行くと。このまま行ってもダメそうかな。
ちょっと一回引き返そうか。一旦引き返して、こっち行ってみよう。こっちは？あ、こっちもなんもない。じゃあ、こっち降りた方が先決かな。いや、もうマジで怖い。本当に怖い。え、なんか、あるぞ。あ、あ、いけるいけるいける。こっちこっちこっち。さらにこっちがあった。なんだ？こっちもあるぞ。おー、いいぞ。俺、こういうダンジョン好きよ。なんか、おー、こっちか。いやー、俺を騙せると思うな。俺には全ての道が見えて。なるほどね。こういう暗闇の中で道を探せみたいなモードなんだ、今は。怖い。マジで怖い。で、ここ掴んで、掴んで、ぐる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 。お、光が差し込んだぞ。来た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 。え、何戻ろうとしてんの？ちょっと待って、聞いてない聞いてない聞いてない。戻るシステムは聞いてないよ。でもとりあえずなんか光がだんだん差し込んできて、左から暗くなっていく感じだから、こう走ろう。これ急いで走る。急いで走る。と、これ脱獄感あってよくない？これ。いけ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 。滑れ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 。あ、ちょっと、なんか、もうちょっとかっこよく決めたかったな。なんか滑り込むとかいう技ないの？え、ちょっと待って。あれ？俺失敗したの？今は。あれ？俺絶対成功したもんだと思ってた。でね、なんか今、ちょっとロード時間中に操作方法だけ調べたのね。そしたらなんか、いけるらしい。滑り込むってあるらしい、ちゃんと。今度滑り込んでみるわ。あれね、多分滑り込まないとダメなやつだ。いけ、走れ、滑り込む。え、違うけど、いや、こうやって滑り込む予定だったのよ、当初。当初の予定ではそうだった。その予定は叶わなかった。いや、もうそろそろ、怖い、マジで怖い。いや、もうなんかおる。キモい。キモい。もうキモい以外の言葉が見当たらないキモい。ここ絶対ここ掴めるっしょ、絶対。とりあえずここ上がる。いや、でも、さっきの化け物が近くにいるってことだよな、これ。怖いぞ。さっきの化け物が近くにいる説が濃厚だ。しっかりと。またトイレットペーパーか。お前どうせ使わんだろ。どうせ使わんのよ、お前はいたところで。まあ、とりあえず持ってみるか。トイレットペーパー持って行ってみるか。ワンチャン何かに使えるかもしれんからな。いや、お前が太すぎて通れんだけやないか。いや、痛い。感電死は効いてないの。まあ、まだ。今ね、感電するっていう。俺はね、ちゃんと、うわ、びっくりした。ネズミかはさっき見てなかったわ、全然。なんかさっきさ、トイレットペーパーあたりで動いたなっていう認識はあったんだけど、それが、これね、絶対あれだよ、これ。これ引くじゃん。俺わかる、今。もうね、もう学んだ。さっき高い位置にある何かは、もう何か物に乗ってジャンプして掴めばいいってことを学んだ。これはね、余裕。これは余裕っすわ。でもなんかさ、しっかり動きがヌルヌルしてるからさ、位置。ちょっと待って。なんか動いてんだけど。なんか動いてんだけど。怖いけど、スルーでいい？怖いけど、とりあえずスルーで良さそう。よし、ブレーカー落とした。しっかりブレーカーを落としたから、もうなんか起こる前にささっと逃げよう、ささっと。で、これつけて、はい、ささっと逃げる、ささっと。なんか転がってきた。怖い怖い、お前リンゴか、リンゴじゃないな、絶対。どう考えてもリンゴっていう認識にはならんない、今の。なんか怖いけど、とりあえず、なんかね、多分上に乗らないとダメなやつ、これ。わかる、俺にはわかる。俺には、違うか？ん？あ、違う。え、なんか違う。ごめん、なんでもないっす。なんでもないっす。なんか、このブランコの上を伝っていくのかなとか思ったけど、そんなこともなさそう。これしっかりと無視して横に行けばいいのか。今度この辺なんもないやないか。うわぁ、学びがゼロの男。よし、帰ってきた。ここをどうするかなんだよね、あと。あ、これさ、ミスター、ちょっと待って。わかった。俺わかった。これさ、あれじゃん。いやー、ですよね。そうなんだよ、俺わかった。そういうことか。あれ、詰まっちゃダメなんだ。よし、もう分かった。オッケー。多分ね、俺が、この、さっきの部屋を通過した段階で、あ。え、これ、致死率 100% もしかして。あ、これ、やばいやつですね。これ、もう、俺、勝ち目ないので諦めてチェックポイントからやり直す。よし、行きますか。もう分かったからな、俺は。もう大丈夫だ。大丈夫だ。ちょっと待ってね。このね、電気系統を落とした後に、もうあれなのよ。もうすぐあっちの、もう向こう側の柵まで乗り越えなきゃいけないの。ここのね、ここの電気系統を落とすと多分向こうの感電、あわわわもね、多分止まると思うんで、止まってる間にもう二部屋一気に乗り越えなきゃいけない。よし、行きましょう。いや、このゲームさ、マジで休ませてくれるからいいね。
ずっとホラー要素だってさ、俺の心とかいろいろ持たないんだけど、定期的に休みくれて、休んだ段階で怖がらせに来てくれるから、めちゃくちゃありがたい。もうね、ずっとホラー、いや、そこじゃない、そこで詰まったら負け、そこで詰まったら負けなの。しっかり、お前、意識保って、しっかり、50メートル走、お前3秒だろ ?3 秒87だろ、しっかりその力見せろって。しっかり、ここ乗り越えていこう。ここに障害物があるのは知っている、把握している。で、ここ、ちゃんと、よーし、オッケー。乗り越えていく。完璧。よし。進んだぞ。よし。ごめんね。ずっと走らせ続けて。疲れてるわ。ごめん。ちゃんと回復して。はい、OK。ごめんね。走らせ続けてごめんな。行きましょうか。いや、もう全然怖くないっすね。もうホラー要素が少なすぎても全然怖くない。何？え？さっき学んだからな。ここをね、多分脳死で突っ込むと、多分光に照らされるんよ。光に照らされてアウトーってなる。怖っ。殺意高めの目。殺意高めが見てるから、こっちを。怖えー。しっかり、はい、俺の勝ち。残念だったな。貴様。貴様ごときでは俺には勝てんのだ。あい、俺の勝ち。じゃんねー。バイバーイ。よし。ちょっと待って。危ない。危なかった。意外と煽ってたら危なかった。あ、これでいけよ。お前掴めてるやん。それは言ってくれ。頼む。ちょ、それ掴めてるやん。掴んでる、君。あとは腕力だけ。あとは腕力よ。お前腕立て伏せが足りてないわ、多分。日頃の腕立てが足りてない。あー、ダメだこれ。ダメだこれ。え、ちょ、マジでいってる？そこ、ああ、そっていけるんだ。ごめんなさい。腕力バカにしてごめんなさい。そっからいけたんです。すいません。で、多分これはここを掴んでいって、OKOK。はしご状にね。もう分かったよ。もうね、ここまでの技術を応用すればいけるね。これは。でね、多分これ右行ってもな、これ多分光に照らされてる。ちょっと怖いね。光大警戒マンだから、俺今。これ多分ね、こっちに行くのが正解なのよ。ねえ、残念だったな。貴様の役割はもう終わりだ。貴様の仕事などもうない。黙ってそこで見つめてろ、何かを。さあ、もっと目と目が合う瞬間、好きだと気づいた。母さん、なんか普通に右行ってよかったみたい。なんか、母さんの、さっきの母さんがいた部屋行っても特に、え、ちょ、待って、なんかいる、ちょっと待って、静かに、静かに、今のうちだ、走れ。バレてない。俺はまだバレてない。オッケー。あいつもただデカ映るだけでベッドの下も見えねえのか、バーカ。じゃあとりあえずここ登って、これ、俺、この実況いつ終わるんだってか、そろそろ終わっとくか。なんか長くなりすぎてもあれだから。じゃあここをちょっと通過して、まだホラー要素が物足りない気もしなくもないけど、まあいいよね。あ、ナメクジあたりで俺のとんでもない実況系だから、まあ、もういいだろう。満足してるだろう、もうみんな。もう、ホラー要素ないよね。大丈夫だよね。なんか、よかった。死んだかと思った。これもう脱出じゃん。あれ、余裕。もう、お前、全然怖くねえわ、俺、このゲーム。余裕っすわ。どうした？なんでお前急に苦しんだんだ。持病が再発したのか。それは、申し訳ない。急に走らせてごめんな。いや、ちょっとこの部屋、なんかありそうだな。ちょっと疲れるな、急に。ごめん、いった、鼻かまして。よし、鼻かみ終わったわ。続けよう。いや、もう、そろそろ終わりどころ見失ったから、終わらせないとな。よし。なんかお前走れなくなってない？大丈夫？なんか疲れてんの？やばくない？走ってくんないんだけど、この子。大丈夫か？ちゃんと走れる？大丈夫？なんでお前すぐ苦しむんだ？あ、ちょっとね、わかった、これ。持病で苦しんでるわけじゃなくて、なんか食いたいんだな、お前。もしかして、むしゃと。切ったねえもん食うな、お前。よく床に落ちてる鮭なんて食えるな、貴様。なるほどね。だから急にお前疲れたのか。わかりやすすぎるな。食いたかっただけか。あー、なるほどね。はい。余裕。え？
じゃあ今日はちょっとここら辺で終わっとくか。また次回ね、なんかホラー要素が多分多くなってくる時期だと思うんで、まあ頑張っていきましょう。じゃあ女子。